おととし沼津市で公共工事の入札に関する情報を業者に漏らした罪に問われている市の職員の初公判がきょう静岡地裁で開かれ検察側は懲役1年6か月を求刑しました公契約関係、競売入札妨害の罪に問われているのは沼津市工事検査課,課課長補佐の松本和弘被告50歳です。 起訴状などによりますと松本被告はおととし10月別の公共工事で管制談合防止法違反などの罪に問われている三省建設工業元社長の植松伸一被告47歳に市が発注した道路改良工事の設計金額を伝え工事を落札させた罪に問われています。今日の初公判で松本被告は、内容を認めました。 裁判は即日決審し、検察側は事故の立場や知識を利用した犯行で規範意識が低いなどとして、松本被告に懲役1年6ヶ月を求刑しました。一方、弁護側は上司などからの指導がなかった、事件の重大性を再認識し反省しているなどとして、執行猶予付きの判決などを求めました。判決は来月6日に言い渡されます。